皆さんこんにちは。この番組では皆さんの人生や生活に役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は中田敦彦氏による幸福論しくじりの哲学という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。僕はただ人生に熱狂して祭りのように毎日を夢中で生きてきた。最も恐れていたことは変化と進歩のない退屈な毎日だった。強くなりたかった。誰にも文句が言えないほど成功したかった。自分から動くべきなのだ。現状を変えるために。変えると言っても今いる環境から飛び出すばかりが方法じゃない。そこに居続けたっていいし、飛び出したってもちろんいい。大事なのは自分のスタンスを明確にすることだろう。自分の価値観に基づいて時間を使っていくということなのだ。僕の場合はいつだって目の前のものに熱中してしまうというものという元々の成功があるのだから、これをなんとかプラスに生かしていくのが一番だろうと思った。自分の中で熱狂できるものを常に目の前に置いておく。そうしてまんまと自分を何かにはまらせて結果を出していく。それを生きる戦略の柱に据えようと決意した。次、2番目に手を挙げるというのは僕の得意なパターンでもある。すでに目の出ている面白いものを早いうちに見つけ出し、そのジャンルを丸ごと好きになって熱中する。それをできるのが僕の強みだと自分で認識している。次、思うに物事は目標に達すること自体が楽しいんじゃない。目標に向けて何かをやっている時が一番楽しいのだ。夢と呼ばれるものはそういう仕組みだ。誰しも夢が叶うことよりも夢を追っている時間こそ楽しくて仕方がないはずだ、きっと。ということは夢へ向かう道のりをどれだけ楽しもうとするか、それが勝負である。次、自分から物事を仕掛け成果をきっちり生み出すには常に学び続けることが不可欠だ。何の準備もないところに天からアイデアが降ってくることはまずない。すべてはまめな学習の積み重ねの結果である。次、一から学び始めた YouTube にしてもオンラインサロンにしても今のところはうまく回っているけれど、安泰なんてことは全くない。自分がいつ失敗するかもしれないし、ジャンルごと時代の波に飲まれ沈んでしまうかもしれない。それでも自ら動かず船が沈没するのを待つことだけはしたくはない。動いて動いて動きまくって可能性を探し回る方が性に合っているようだ。怖いから飛ぶ。それが僕の基本スタンスである。次、人は言葉によって意思を変えられてしまったり、楽しくなったり悲しくなったり、感情がどんどん突き動かされる。人をこんなに自在に操れるものを僕は言葉以外に知らない。次、生きていくあらゆる場面で使えるのが言語力だ。僕はまだまだこの力を磨いていきたいし、言葉とともに生き、言葉の力を生かした仕事をしていきたいと思っている。次、自分の戒めとして座右の銘として必ず挙げるようにしている言葉がある。まだやれることはあるというものだ。派手に失敗して途方に暮れているのはわかる。でもリカバリーの方法として今本当に目の前に何のアイデアもないのかと問いただすわけだ。そうすると何かしらやれることはそこに転がっていたりする。僕自身について言えば、これはもうダメだ、絶望だと思った時もまだやれることはあると自ら言い聞かせて、実際何もやれることが思いつかなくな、なかったことなんて一度もない。ピンチの時はとにかく動く。次、
時代の荒波に耐えて生き残ってきた古典作品は、時を超えて単に情報を伝えるというだけでなく、人を楽しませるエンターテインメントとして圧倒的に秀逸な出来栄えになっている。人を楽しませる術と方策が完璧に仕込まれているのだ。次、要は準備に時間を費やしているということ。我ながらなかなか一生懸命だ。とはいえ、取り立てて苦にもならないし、いいペースで毎日が楽しく過ぎていく。サロンという最高の遊び場を手にしてしまったのだから、それに熱中するのはごく普通のことである。次、土台となる徹底した準備がない限り、アドリブが発揮されることなんてことはありえないと思う。ジャズセッションのアドリブは、すでに高度な技術やセンスを身につけた一流のミュージシャン同士が、音楽的基礎や互いに通ずる暗黙のルールを踏まえた上でやっているもの。役者の演技におけるアドリブだって、台本のセリフは当然すべて一旦覚えて、そのシーンの演出の方法や特性まですべて分かった末にやるものだ。 YouTube 大学でのアドリブは、徹底的に読書をしてノートにまとめ、ホワイトボードを書いたからこそ溢れ出てくるものだ。次、自分の思うように人生が運ぶ人などきっと一人もいない。ならば自分がどうにかできる手の届く範囲のことに対しては、できるだけのことをした方がいいじゃないか。自分にはどうしようもないことが多いのならば、それは受け入れた上で目の前のことに夢中になるのがいい。人生を一つの祭りとみなして、それを楽しみ尽くす。自分にできることをすべてやって、家族を愛し、仲間と笑い、社会にお返しする。次、最後です。7歳になる娘が僕に恥ずかしそうに言ってくる。私もいつかパパみたいに YouTuber になってみたい。僕は思った。君が大きくなる頃にはもう YouTube の時代じゃないかもって。でもそんなことは言わなくていいんだ。大切なのは将来何になるかじゃなくて、かつてどうであったかでもなくて、今日どうあるかだから。世界は残酷だけど、それでも希望は確かにある。人は何者にでもなれる。いつからでも。以上です。いかがだったでしょうか。この本は非常にいい役に立つ、感動する本で、本当におすすめの本です。ぜひいい手に取って読んでいただければと思います。この番組では皆さんの生活に役に立つ本を紹介しています。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。